慶応義塾定域回収級部小像、エドワード・ブラムウェル・クラークは在日イギリス人の英語教師、田中銀之助と共に日本にラグビーを伝えた人物とされる。慶応義塾、一校、東京高等師範学校、三校、京都帝国大学などで教鞭を取った、イギリス人の両親のもとに横浜市で生まれた、クラークの父親はパン屋を経営しており、 妻の死後に日本人女性と再婚した。14歳の時に横浜のビクトリアパブリックスクールに入学。同校校長のチャールズ・ハワード・ヒントンの下で学ぶ。ラフカディオ・ハーンより作文の添削を受けたほか、日本でのラグビー普及に努めた田中銀之助とも出会った。卒業後は両親の母国であるイギリスへ留学して、ケンブリッジ大学コーパス、クリスティ・カレッジへと入学。 ロマンス語やイギリス文学を専攻したほか、ラグビーやクリケットなどの競技にも打ち込んだ。帰国後は迎えられた、慶応義塾大学部の英語講師として働く傍ら、日本ラグビーの普及に田中銀之助と共に尽力した。1907年には、右膝の関節のリウマチが発症し、足を切断することになった。その後は、学問に打ち込むようになり、 多くの書物を読破したことから、ブリタニカ百科事典クラークと呼ばれるようになった。植田里氏の公認として、京都帝国大学で、再び講師として迎えられた際にはイギリスを講義した。定年の翌年である1934年、脳出血により死去。神戸市立外国人墓地に葬られている。蔵書5133冊は、京大文学研究家図書館の、 クラーク文庫として所蔵されている弟のピーター・ブランウェル、クラーク父のロバートは1891年にジャマイカで亡くなり、遺言によると横浜のパン屋は妻のカーラミアに残した。エドワードの下に弟のピーターがいる。ピーターも教師で教え子にロバート・バーンズ教会名誉会長のナンバー・トシオなどがおり、日本の教育界への貢献により、 君四頭髄放送を受けている。ピーターの娘がエディンバラにいる。ありがとうございます。